こんにちは、商店デザインです。今日は足場の上から撮影してます。この木の下地はゆくゆくデッキを作った後にタープを貼るタープ受けで下地を入れてあります。そしてここのお宅の一つのポイントとして、この窓のところに布団干しバーを3箇所つける予定です。こうやって下地を大工さんに入れてもらって、漆喰が終わった後に取り付けする予定です。ちょうど室内から使い勝手がいい高さで設定する予定です。で、2階の床まで朝日が入る窓をつけてます。ちょうどこの辺が2階の床材です。